いいよ、俺たち映さない。ああ、映ってないですよ、大丈夫です。入って右側だ。白と青のティントってみんな白と青のティントだね。あ、いた。あれ、
あるいは消防関係の先人から現在に至る全ての皆さんのご運行によりまして日本は大変安全安心になっております。消防も発展してまいりました。大きな成果で住民の皆さんに大変な信頼を得ておりますことを誠にご同意をいただいた、こういうふうに思っておりますけれども、じゃあ安全安心というのは100点はありません。何点はない。住宅火災や林野火災は起こりますし、もう自然災害はですね、この国はしょっちゅういろんなことが起こる。地震、台風、集中豪雨、土砂崩れ、その他、あるいは事故も後を絶ちません。そういうことからいたしますと、私どもはまだまだ地域の総合防災力、総合消防力の強化を忘れてはならないと、こういうふうに思います。常備消防も重視していく、消防団はさらに増強していく、さらに女性の皆さんに消防団になっていただいたり、あるいは婦人防火クラブでご活躍いただいたり、あるいは自主防災組織、その他いわゆる婦人消防隊の育成強化というのは私大きな今後とも課題だと思います。どうか皆さんはその中心になって、その先頭に立って、今後とも地域の安全安心確保のために頑張っていただきたい、こういうふうに思います。今日は総合大会でございまして、皆さんは各都道府県の代表として勝ち抜いてこられたわけであります。どうか日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、堂々たる成績を上げていただきたいと思います。皆さん全部優勝してください。大いに頑張っていただきたいと思います。娘にこの大会のために大変多くの方々のご支援ご協力を仰ぎました。そのことをお礼申し上げますとともに、お忙しい中ご指摘を賜りました代表の皆さんにも心からお礼を申し上げ、我が国消防のますますの発展と皆様のご指摘、全ての皆様のご健勝とご活躍をお祈りしまして、私のご挨拶いたします。終わります。